皆様こんにちは租税法改正論点解説講座を始めさせていただきます担当レクセン二講師の高田ですどうぞよろしくお願いいたしますでは恐れ入りますがお手元の方にですねレジュメのご準備をお願いいたします画面の方プレゼンターに切り替えさせていただきます え、租税法のですね、えー、改正論点解説講座ということで、ま、あの、タイトルの通り、えー、法人税法から所得税法、消費税法ですね、えー、その3000目の改正のあった点を中心にお話をさせていただきます。で、あの、分量もたくさんありまして、えー、一部ですね、あの、問題ですね、えー、説明を入れさせていただいているとこ、 ね、え、なんかもあるんですけれども、あの、そちらに関してはですね、あの、一部、あの、ご自宅の方で、え、確認をお願いしますという形で進めさせていただくところありますが、ご了承いただければと思います。では、早速ですね、内容の方、見ていくことにいたしましょう。あレジュメの方、よろしいですかね。えー、画面の方、1ページ目に切り替えさせていただきます。 で、えー、租税法のですね、改正ということで、まあ、まずは一つ目、ね、えー、大事なところで、えー、本試験における事業年度課税期間確認しましょうということで入れさせていただきました。 で、法人ですと、前年のね、本試験、17年の本試験ですけれども、ね、を見ていきますと、今回は29年4月1日から30年3月31日の事業年度から消費税法であれば課税期間ということでの出題から個人ですね、であれば所得税は平成29年分。そして、まあ、あの消費税の方もね、出題はありませんけれども、まあ、平成29年分。 分ということでですねあるでしょうということで入れさせていただきましたそして改正について改正はね試験範囲の改正からまあ、税制改正ということで試験範囲の改正は今回はねあのありません今のところ現時点ですねなしということです前年にね大きく改正が試験範囲の改正が入って で,で今期はなないといととうことになりますで税制改正の、ね、内容については書きの通りということで、えー、このレジュメの内容ですけれども本当にあの税制改正点をですねピックアップしたものということで、えー、見ていただければと思います詳細については論文テキストの方でということでその点ご了承いただければと思います。 では、3000目あります。一つ目ですね、法人税法、そして所得税法、消費税法ということで見ていきたいと思います。で税率はね、23.4%大規模法人ですが、そのままです。そして、減価償却というタイトルのところ、まずここから行きましょう。で、あの、このタイトルのすぐ下にですね、あの、この後もずっとなんですけれども、四角でくくってありまして、左側に、 法ということでね。例えば、ここで見ていく営業権、まあつまりのれんですよね。の償却方法、今回変更が入っているんですけれども、これはあの法人税法のですね、セコリンの方に入っているということで、法令というふうに入れさせていただきました。で、例えば、ちょっと先にですね、見てしまいましょうか。ちょっとページがえっと飛びますけれども、例えば17ページとかですね、 ちょっと移していきますね17ページとかですと、方法、ね、つまりこれは法人税法と、ね、法人税法の内容の改正ということであれば、これは、ねえー、計算、理論ともに、ねえー、大事になってくるなと、そして、えー、例えばですね、また1ページ目、戻らさせていただきますけれども、こうやって法令、方、ね法,えー、法,法とはね、えー、ないものですよね、個別法ではないものに関しては、まあ、計算で、えー、大事になってくるなと。 というふうにまあ、見ていただけるといいのかなと思いまして、えー、まあ,あの上部のナンバーまではですね入れさせていただいていませんが、どこのね、えー、内容が変わったのかということを、をそういう目安にしていただければと思います。そして右側の方にはですねその改正の内容を簡単に入れさせていただいた上で具体的にということでね下の方に書かせていただいているという次第です。 では、少しですね、申し上げてきましたけれども、営業権、まあ、会計上ののれんですね、焼却計算の変更、改正前は5年均等焼却でしたけれども、改正後ですね、特にこの事業のように今日した事業年度においては月割り計算になりますというところを気をつけてくださいということです。 であの計算式のの方ですねこの分,分数式の方の分子、ね、その事業年度の月数ということでその後の米印のところです、ね、取得事業年度については取得日から事業年度終了の日までの期間の月数になりますということでねで今まで5年金当証客って分母のところ60と入れさせていただいていますがここはね変わりはありませんからね。 なので、えー、その取得事業年度ですよね、えー、に関して気をつけていきましょうということになります。では、まあちょっとこれに関連して、ページが飛んで、えー、申し訳ないんですけれども、もう先に見てしまいたいところが、実はございます、えー。30ページですね、とページが飛びますけれども、もう合わせて見ていくことにしましょう。今、30ページの方ですね、映、えー、させていただいています。 えー、適格合併等により生じたあ資産調整勘定、差額負債調整勘定という、ねえー、ところ、ここに関しても、あのー、同じですからね、正、あのー、ののれん、負ののれんと、ねえー、いうことで、えー、この資産調整勘定であれば、ですねその当初計上、計上額かけるです、ねまあその事業年度の月数ということで、この分数式のこの米印のところですね。 適格合,合併等の日の属するね、事業年度の場合には、その日からっていうことですよね。事業年度終了の日までの、ね、期間の月数と、負ののれんに関しても同じということでお願いいたします。そしてですね、えー、ここで。 ま、これは講義の内容とね、えー、いうことになってきますけれども、中書き下に入れさせていただいていますが、この2行目のところ、ライン引かせていただきます。会社経理しているかを問わず、えー、損金の額、または疫金の額ね、ね、えー、不能の連であれば疫金の額に入ってくるということですのでね、このように表現をさせていただいています。で、会社経理をしているかを問わず、つまりね、あの、損金経理の要件なしっていうことですよね、強制消却ですよ、 ということでしたで。そこのところはね、変わりありませんので、一応そのことをね、追加させてお話をさせていただきます。で、恐れ入りますが、また戻りましょう。のれんのところ、営業権のところ、こちらに関しては、損金経理の要件ありですからね。こちらは損金経理ありですのでね。損金経理の要件ありと。 まあここがね、あの、似てるようで、えー、違うところということでね、気をつけていきましょう。まず、ここまでよろしいでしょうか。では、のれん関係ね、す、ま、べ、あ、て先に見たということで、恐れ入ります。では、次の2ページ目。今度は、特別商客から特別工場。 というねタイトルで、まあその特別消却特別控除、まあ、つまりこの選択のねできる内容と、それから特別控除の内容とということで入れさせていただきました。で上の消却とから特別控除とあるもので、上の3つに関しては。 もう、つまり、あの、中小ものということで、あの、会計士試験の対策ということであれば、もう、これは皆さんね、あの、最後のね、直前期の最後の最後に確認を入れていただくというような内容になるでしょう。で、えー、一つですね、まあ、新設のものがあります。そして、4番目に関しては、これ、あの、29年7月31日施行なんですね。で、これは規模を問わない。きあの 会社のね、企業規模を問わない内容になりますので、この点もですね、合わせて入れさせていただきました。では、まずですね、この丸をつけました、中小のね、ものについてということでね、見ていきましょう。で概要の、ね、中に関しても、あの一応文章の形で入れさせていただきました。ただ下のね、あの図のところ、図示をご覧ください。 あでここ2番目のところ、すみません、入っていませんね、失礼いたしました。ここ2 2ということで、えっと、特定中小のということであの、入れていたんですが、誠に申し訳ありません、えっと、特定中小企業者等の経営改善設備ですね、失礼いたしました。 かね、で、えー、下2つちょっと先にねこの住所をつけていきますけれどもこの2つに関しては内容はほとんどね、あのー、変更はあんまり、あのー、ないとただ1つねこの上のところ新設ってね、えー、入れさせていただいていますがここって今まで「 あの前年まで学習された方においてはあの生産性向上設備の,あの特別集客特別工場確か2年前の本試験に、ね、出題があったあ内容ですよね、えー、こちらでねあの聞き覚えがあるかと思うんですけれどももう前年までで大規模法人が対象になるのはもう、ね、なくなってで今回ですね新設とはいえどもあの内容としてその中小業者 あを中心あのを対象にで、ここがですね、まあ変わったということで、まあこちら、1番、2番の方ですね、こちらに関しても、まあ見直しが入りましたというようなね、え、改正。で、まあ、覚えておきたいところはこの右側ですよね。あの、特別消却のね、この、 30%の部分とか、あと税額控除のですよね、7%の部分というところ、ここをですね、しっかりと覚えておきたいというところになるんでした。で、上のですね、新設の方に関しては、特別消却であれば、即時償却も認められています、ということでね、その点がメリットになるところということになります。 ね税額控除限度額のね。あのー、この控除割合のね。パーセンテージを覚えておくとおいうこともですね。1つまあ、ここは本当に最後の最後に <laughs> あの押さえておいていただければいいところになります。でもちろんですね、えー、これえいずれについてもということで3ページ目入らさせていただきます。で、あのこの2番と。 なんかちょっとここはアンダーラインか何かにしましょうかね失礼しました抽象を丸つけていましたのでねえっと2番と3番のね内容についてここ入れさせていただいているまでですのであのこちらもあの復習の中で見ておいていただければと思いますでもちろんこの3つのね三税制において、まあ、複数選択した場合にはあ税額控除額の合計ですねこれもあの法人税額の20%が上限になると、ね、もちろんこの 上限ですよね、法人税額の20%という税額基準額はありますよということね、えー、一つ補足を入れさせていただきたいと思います。では、ここまでですね、えー、以上といたしまして、えー、続けて4ページ、入っていきましょう、これ、新設度で、えー、しかもですね、えー、29年の7月31日に施行という内容です。 で、あのレッドの方ではテキストもあのもうこれ、7月の31日で、えー、もうこの前にですね。上がっていたということがありまして。こちらあのレジュメの方に入れています。で、あのこの措置法がですね。42の11の2という条文のナンバーなんですけれども、まあ、これが入ってきたことに。よって で今までですね、見ていた、この地方活力工場地域において特定建物、ね、取得した場合の特別集客特別工場、これ、この上部のナンバーがですね、1個下がっていますよ、というところですね、何かあのテキスト等ですね、ご覧、あの、学習の中でご覧いただいてですね、あれ、特定建物等の,のところに42の11の2ってあるな、ね、これ重なってないってね、いうことになってはいきませんので、一、え、応、ー、補足ということで入れさせていただきました。 番号は降りていますでこちらについてその、ね、企業の希望を問わないっていうところをぐるっとね丸をつけさせてくださいちょうど説明の文章のところの上から3行目のところですね。 まあ、あの、もう本当に文字の通りで、そのね、地域経済をけ引する企業等が、その後ですけれども、ちょっとグリーンでね、地域経済に波及効果のある新たなね、事業に挑戦するために行うね、設備投資等をですね、支援するためというところまで、ラインを引いておくことにしましょう。なんかちょっと薄くて申し訳ありません。 もちろんという感じですがあお色申告法人が対象というところはねまあ、あの他の特別消却や特別控除と同じということでお捉えいただければと思いますただこちらのね内容については企業の規模を問わないんだということですではですねちょっと対象資産のところですけれどもこちらはもうねあの新品の機械装置器具備品とねいうことで以下ですねえ見ておいていただければと そしてこの取得価格の合計額が2000万円以上のものなんですと。でただ2000万円以上のものなんですけれども合計額が100億以下かそれとも合計額がですね100億を超えるかということで計算方法が少し異なってきます。 ということ。ここを見ておいていただければと思います。でも、あのこちらのレジュメでは、それいりますが、特別消却のですね、のまあ、割合40%あの、機械装置や機器品に関しては40%ー、その他のですね、建物付属設備、それから構築物ですね、建物、それから建物付属設備、構築物、これに関しては、ね、20%とで。税額行動割合に関してもですよね、 4%、2%ということで入れさせていただいています。100億を超える場合この時には100億円をもとにですね、その合計分の、その機械等のですね、取得価格ということで計算をして求まった数字を持ってということで、計算を進めていくという形になると。で、こちらもですね、税額基準額あります。法人税額の20%がですね、上限となりますということです。 以上ですねあの簡単ではありますがこういったですね1つ新しい特別償却特別控除ですね入ってきているということですではあそれいりますが続きまして今度は特別控除関係ですねで5ページ今ねレジュメの方を写しています あの特定地域において雇用者の数が増加した場合、これはあの雇用促進税制というふうに言いますが、あこちらに関して何が見直されたかというと、上から、えー、4行目のところですね、地方事業所税額控除額の算定方法、こちらを見直す、いわゆる拡充部分とですね、えー、レクの方ではあ、講義の中でお話をさせていただいている、拡充部分のね、えー 計算の見直しが入りましたということです。まあここはここまでで十分なのかなというふうにね思います。 で、じゃあ改正前と改正後でどういうふうに変わったのか、まあ、ちょっと計算のね、えー、仕方も複雑に変わってきましたと。で、あの、米印入れさせていただいているところなんですけれども、ね、あのー、この基準雇用者割合、これが10倍以上の場合には、それぞれの金額にね、えー、30万円加算した金額になりますよと。ですので、この米印に該当する場合には、この一番上のところはね、かける50万で計算。えー、二番目のところはかける40万 30万で計算から3番目のところはかける60万で計算とね、えー、こちらに当てはまればですねということになりますということですまあ、拡充部分のね計算の見直しが入りましたということで、えー、今日のところはですねここまでにさせていただければと思います であのこちらに関して、えっと、先ほども少し条文のナンバーのことだけで、えーねえー、申し上げましたけれども、地方活力向上地域の,その特定建物、ねえー、の取得の場合の、ねえー、内容 あ今の内容でですすすねね合わせせたたをです、ね、1つ入れさてていただいていだますであのこのレジュメの中には一番下移してまいりますけれども、地方活力向上地域における特定建物ですよね。こちらの内容に関して入れさせていただいていませんので、あの税額向上割合をです、ね、入れさせていただいています。まあ、あの参考になれば、こちらのですね計算も見ておいていただければと思います。 では続けまして特別控除の関係でもう1つということで、えー、今度はレジュメの9ページ目ご覧ください。今はねあの雇用者の数が増加した場合ですけれどもこちらはあの給与と支給額が増加した場合の特別控除こちら所得拡大促進税制という内容で改正が入っているということです。 で、適用要件のところなんですけれども、改正前と改正後とですね、書、えー、かせていただきました。 ここですね。改正前と改正後ということで見ていただければと思います。で、さらに右側は中小企業者でですみません。この中小企業者に返し関して、あの改正前のところにね。あの3%パー入れさせていただいてまして結局あの変更がないということで、3%パー3%パーということでですね。見ておいていただければと思います。で、皆さんが大事になるのはこちらですよね。中小企業者と以外ね。ねこちらが皆さんにおいてはですね。本試験でやはり大切になってくると。 こちらに関してですね、あの適用要件のところで、えー、判定の中でですね、えー、雇用者、えー、ごめんなさい、雇用者給与と支給増加額のね、えー、基準雇用者給与と支給額に対する割合、これがですね、5%ねになりました、5%以上であることということになったというところが、一つね、変わったところ。 から、こちらのですね、適用要件で見ていく、この雇用者給与と支給額と、から、比較、ね、比較がつくものって、つまり前期でしたよね。えー、前期の雇用者給与と支給額とね、えー、を、ま、比べて、えー、その前年のものよりもね、多いという要件に関しては変更なしです。から、3番目ですよね。 えー、平均給与と支給額、これが比較のつくねですから前年ですよね。あの平均給与と支給額を、まあ、超えているという要件に関して、えー、ここですね、少し変わったところになります。こちらはですね、えー、その、まあ、分子の方からいきますが、平均給与と支給額から比較、ね、平均給与と支給額を控除、まあ、した分。つまり、これ増加分ってことになりますよね。前年からどれだけ増えたの まあ前年のこの平均給与と支給額の、ね、割合。これがですね、2%以上。いわゆる前年比ですよね。前年から増加した分が、まあ、その前年の分とでですね、まあ、割って求まった分。こちらに関してですね、 2%以上という計算をね、していくことになるということです。で、ちなみにですね、この3つとも中小に関しては変更はなしということで、中小企業者と以外については変更があったということになります。あの、まずは適用要件のところでね、変更が入っていると。 それから特別控除額の計算のところこちらもですね、えー、皆さんが大事になるのはねこっちですね中小企業者等以外と。で特別控除額ですけれどもおまさにここの部分ですね適用要件の3番目のところで見たねこの内容これがまあ2%満たないとね言った時は別に。 中小企業所以外は適用がないんですけれどもこれが2%以上だと、まあ、この適用要件を満たすということであればということでね右側をご覧ください、えー、雇用者給与と支給額の10%プラスこれですね前年の、ね、比較給与と増加額、えー、下にここね増加額の内容を入れさせていただきました。雇用者給給与と支給額 支給増加額のうち雇用者給与と支給額から比較雇用者給与と支給額を控除したえつまり本年分から前年分ですね、えー、控除した金額に達するまでの金額この2%この分がですね加わったということになります。 一応とということで中小なんですけれども、まあ、こちらはですね上の方は従来通りと、まあ、下の方なんですけれども、ここ、その加わったあと、ね、申し上げましたこの分なんですが、中小すごい加わるんですよね、12%ね、中小企業者等以外と比べて、ね、だいぶ、まあ、メリットがあるっていうことですよね。からその雇用 雇用者の給与がね、支給が増加したっていう場合にはですね、この計算、まずは適用要件ね、この計算要件に当てはまって計算ができるということであれば、特別控除額も中小企業者等であれば多く取れるんだというね、内容に変わってきたというふうに見ておいていただければと思います。 そしてその次のページですね。あの10ページの方にもあのこの内容に関するあの説明をですね入れさせていただいています。であのこちらの問題なんですけれども。 あの、ここの数字をですね、あの、計算の中で、えーね、基準雇用者給与と支給額ということで、えーね、使っているんですが、なんか結論だけね、申し上げてて恐縮なんですけれども、この基準事業年度って、平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち、最も古い事業年度の開始の日の前日を含む事業年度を言うとね、言っていますから、ここをね、取っているということで、えー、見ておいていただければと思います。 なのであのであのー、判定ごめんなさいもう一回移しますが判定のところとかねあの適用要件に当てはめて、えー、ちょっとね、えー、見てみて、えー、いただければと思います以上ですねまずはあえっとのれんの関係見ましてそして特別収穫特別控除と二つ目まで見てまいりましたでは続けましてまだ法人税法です三つ目試験研究費の特別控除を見ていくことにいたしましょう。 であのこちらは、ね、あの計算ですよね、えー、措置法で、まあ、あの正直、試験範囲を見ていけば、まあ、ここはあのちょっと特殊論点という位置づけになるのかなというふうに、ね、思います。 でえー、この資格の中なんですけれども、この2番目、計算内容のほとんどがね、改正が入ってしまっているということ、それからあ1つですねあの、プラスアルファできるもののうち、増加型ってものが廃止になりまして、高水準型のみになりましたと、でこちらも計算内容には変更がありますよということでですね、えー、では見ていくことにいたしましょう。もももでですすねままずは範囲いい、ねえー、ここがあの大きなな改正計算内容に関してもそうなんですけれどもあの、まず は範囲もですね、えー、そもそも変更がありまして今までって製品を作るためだから何て言うんでしょうイメージするとあの。 講義なんかでは分かりやすいように、こう新薬の開発とかねえ、いうことでお話を申し上げてたと思うんですが、あの、お薬を作るってことは、つまりは製造業ですよね。その、今までって試験研究費、ね、そういった製品を作るためだけだったんですが、あ今回からですね、もうちょっと先に例のところで行きましょう。つまりは AI。 人工知能の開発。はい、これもね、あの、新たなエキムの開発のし、ねえー、試験研究ということで、こちらも試験研究費でしょうということで入ってきたというふうにお捉えいただければと思います。新しいサービスの開発が追加されましたよということです。で、ただ、まだあの、具体例がね、あの、示されてここの点ってね、いないんですよね。 ですから、ちょっと先に見てしまいますけれども、概要の下の丸1の範囲のところをご覧ください。ここにですね、入れさせていただきまして、直書きの後のところです。この新たな駅務の、ねえー、開発にかかる試験研究とはということで入れてあるところなんですけれども、あの、具体的な例が示されていないということで、まあ、次のようなものを言うでしょうということで入れさせていただいているというところねあの、ご了承いただきながら見ておいていただければと思います。 ではちょっとね、あの、概要の方に戻らさせていただきますが、まあ、日本ね、あの、もう、東京オリンピックを間近に控えてきたということで、やはりそういった、あの、AI のね、人工知能の発達も目まぐるしい中にあると。で、まあ、データをあて、あの、AI、 で、えー、つまりはね、えーこう、データを集めて何かに、まあ、役立てていきましょうと、まあ、簡単にすごく砕いて言うとそういうことですよね。あのー、さ、それもしかも駅務の開発、ね、それはサービスの開発ということ、ね、考えればそういうことですよね。で、えー まあ,あ、やはり、東京オリンピックも控えてるということで、こういった人工知能のね、開発も今は盛んで、やはりこれも試験研究でしょう、と、ねまあ、いうふうに、あの、大きなところからお捉えいただければ、あこう入りやすいところになるのかな、というふうにね、思います。 からこれから見てまいりますけれども、総額にかかる、ね、特別控除っていう、ね、内容があったかと思うんですけれども、ここなんですが、試験研究費の増減率というのを計算し、これに応じて、ね、控除割合によって計算していくということになります。 から、もう一つなんですけれども、やはりちょっとここは大きな改正が入ったということもあるのでしょう。29年4月1日から31年3月31日までにね、ああいうする各事業年度においては、あの、上乗せ措置があるとで。この下のところですね、ここだけラインを引かせていただきますけれども、あの、もっと簡単に申し上げますと、あの、砕いてね、申し上げますと、こう、今までの計算内容を の名残、ね、今までの計算内容の名残を少し残してるというような上乗せ措置。あの、内容としてもそうなんです。あのー、今までの計算内容を少しですね、えー、名残を残してるというような内容になります。 から、前後して恐縮なんですけれども、最初にも申し上げました、増加型、これが廃止されまして、平均売上げの10%超のですね、場合、つまり高水準型のみになりましたと、ね、ということになります。で、試験研究費の範囲のところは先に申し上げました。で、あの、計算問題なんかの中で、この人件費ってね、出てきたかと思うんですけれども、こちらも、その、 AI の,おそのお開発ですよね。その新たな役務の開発の試験研究に携わる方のこの人件費ね。これ、あの、情報解析専門家。 にかかるものに限りますということここまではですねあの出ていましてまあこういう開発をされる方のことね情報解析専門家というふうに言うんだそうでそのこともね一つ入れさせていただいていますのでラインを引いておきたいと思いますではページめくっていただきまして12ページ入っていきましょうでこちらなんですけれどもあの今回の改正論点の内容のということで結構ギュッ と、あの、まとめさせていただいています。なので、あの、普段ね、あの、講義を聞いていただいている方が、もしかして聞いていただいているかもしれませんので、申し上げますと、この、あの、表は、あの、テキストの方には入れてません。この、あの、改正論点講座の内容ということで、ちょっとギュッとまとめてね、あの、入れさせていただいていますので、どちらで、あの、覚えていっても、ね、構いませんのでね、あの、いい方を取っていって、ね、あの、覚えていっていただければと思います。 で、一つですね、一番左側をご覧ください。あの、増減率というのを計算するっていう言葉がね、全ページで出てきたかと思うんですが、これ間違っていません。増減試験研究費割合というのを計算していくことになります。じゃあ、その割合はということで、下のところをご覧ください。分母比較試験研究費の額分の当期試験研究費の額マイナス比較試験研究費の額。比較試験研究費の額ってね、全3年の試験研究費の額の平均額でしたよね。この,あの概念は変わっていませんからね。この 比較のつくですね試験研究費の額のこの概念変わっていませんからねで、まあ、これでもって、えー、計算して求まった割合これをですね増減試験研究費割合というんですでここで求まった今の割合の数字がですね5%を超えればからあー、えー、5%あー以下ということですよねで、えー、マイナス25%以上からあマイナス25%未満 ここをですね、あのテキストでは特段申し上げていなくて、まあ、計算していくとこうなるので、ここでは入れさせていただいています。つまり、加減がね、6%と、ね、いうことになるんです。で、でこここの税額控除割合はここで求まっ また、増減試験研究費割合、これをですね、用いてこの計算式に当てはめて計算していくということになるということです。で、中小に関しては、ねえー、中小に関してということで入れさせていただいています。で、先にもありましたが、なんか全、 年までのその試験研究費の特別控除の計算の内容の名残的なものが入っているということで申し上げましたこれはですねここでは該当期間という言葉でですね、えー、入れさせていただいていますで、該当期間ということでこの下のところですね先ほどと一緒29年4月1日から31年3月31日までの間と、ねえー、いうことです でですのでこの税額基準額の計算のところでもですね該当期間該当期間と、ね、入れさせていただいているところはそうなんだとお捉えいただければと思います。 で、また戻りましょう。総額にかかる特別控除で、えー、ごめんなさい、総額にかかる特別控除で、まあ、税額控除割合、ね、内容はいいかと思うんですが、この税額基準額のところで、ここでね、あの、試験研究費割合って言葉が出てくるんですが、これはあの、前年までにね、計算したあの試験研究費割合で、これあの、間違っていませんからね。 ここね、あの、増減つかない方の試験研究費割合から、あそれで申し上げたんです。あの、前年もね、えー、までの計算の名残が若干あるんだっていうことね。試験研究費割合に、ね、平均売上金額分のね、当期試験研究費の額。平均売上が金額ってつまり当期を含めたね、4年分の平均売上ということでしたよね。 そのだから、売上に対する、まあ、試験研究費の額の割合ということね、えー、これ、試験研究費割合。で、これが、まあ10、10%を超える場合にはということで、つまりは上乗せの分ですね、ありますよと、ただし35、35%を上限としますとを、ねえー、いう内容になっているということです。 そして、えー、さらにですね、丸の2番のところ行きましょう。おつまりはあ、高水準型の内容についてということでですね、えー、こちらに関してはあ残っていますがあ、増加型はなくなりましたということ。それから、ごめんなさい。と戻りますけれども、税額基準額の計算のところのね、この米の4番、米の5番と、ね、入れさせていただいているところ、 まあこちらのね適用を受けることが可能な場合にはこれ,を、ね、これかそれともですねこの平均売上金額の10%のプラスアルファかの選択適用になりますとちょっとだからここがとっても難しいところでね こちらのですね、その試験研究費割合が10%を超えるということで、こちらの上乗せを取るのか、それとも、この高水準型のプラスアルファを取るのか、という、この有利選択というところがね、一つ、まあ、本年来年とですね、難しいところなのかな、ということで、あの、この選択適用のところですね、ちょっとここアップしていきますけれども、ここに関して、なんか吹き出しみたいなの入れときますが、 この次のページの説例からですね、説例を入れさせていただいています。今13ページ写してますけれども、回答のところにですね、このじゃあ上乗せ措置を選択するのをしないのということでですね、この… 判断をですね、入れさせていただいているところがあるんですけれども、ここでですね、選択適用という話がね、少し出てくるというところが難しいところではありますが、まあ、あの参考までにということで、説明、こちらのね、13ページ、14ページにわたっては、あ 中小企業者と以外ですよね。えー、中小企業者と以外の説明。そして、えー、15ページに関しては中小企業者等の説明ということで入れさせていただいていますので、が、あのー、この、 ね、え吹き出しのところがちょっとね、有利選択、これが難しい内容が一つ入ってるんだなと、ね、いうことで、まあ、あの見ておいて、ね、いただければと思います。あと変わったところをです、ねまあ、照らし合わせながら、まずは計算の流れを、ねまあ、問題を使って、具体的な数字を、ね、使って確認をしていっていただければというふうに、ね、思います。では、続きまして、えー、17ページに入っていくことにいたしましょう。 で、ここはですね、あの法人税法、あの本法の、ね、法の改正、申告期限の延長というところになります。でと、条文でいきますと、75条の2っていうところですかね、75条の2ですね。 えー、確定申告書の提出期限の延長の特例の内容で今までって、あのー、つまりは1か月延長という表現、ま、あの条文の表現でいくとお各事業年度終了の日の翌日から2月以内でそのいわゆる申告書の提出期限が来ますよとでその提出期限を一月延長しますよ ということで、ね、延長のお話見てきたと思うんですが、ちょっとここですね、強調しておきたいと思います。上から4行目ですね、資格の中の申告書の提出期限の延長と。ですから、申告書の提出期限は原則として事業年度終了の日の翌日から2月以内と。これ原則でしたよね。 こ,こまでまででずい,いですかねで。今までは1つ延長ということが、ねえー、ありましたで、えー。今回の改正で、まあ、下でもいいんですがこの上でね、ここは恐れ入ります、確認させてください。えー、会,会計監査においている場合でかつ定款等の、ね、定めによって事業年度終了の日の翌日から3月以内に、ね、定時株主総会が招集されない状況にある場合と。 この時ですね4月以内で税務署長が指定する期間の申告書の提出期限の延長が認められるとつまり提出期限の延長が4月今までは1月延長だったんですけれどもこれ4月になると。 ね、え、四月延長を認められるということね。もちろん、この、今、カッコでね、え、入れさせていただきました。これ、え、二つですね、当てはまる場合ということですが、つまり、四月延長ですよね、が、できるんだと。で、あの、これ、なんでこんなことになったか と申し上げますとあの上場企業って、まあ、日本ってねあの3月決算の会社さんって多いじゃないですかまああの学校がねやっぱり4月始,始まりで、えー、ということもまあ,あるんでしょうねなんか私そうやって聞いたことがあるんですけれども、えー、3月決算で、えー、申告してそしてまあ株主総会を開くとなると とあのニュースでもよくねあの皆さん耳にされるかと思うんですが6月ってそういうニュースがたくさんありますよねであの株主総会があつまり6月下旬に集中しすぎてしまうとでそうするとその投資家としての判断があできにくいね、えー、ということはですねその外国のやっぱりあの投資家さんからもそういうねそのちょっと6月に集中しすぎですよっていうね、えー、声がやはり、い えー、あったりもしてということでの、ここね、改正というふうにね、えー、見ていただければと思います。まあ、でも、申告書の提出期限の延長ですよ、というところですよね。で、あとは、あ75条の2という条文ね、えー、これを、やはり、 個別法の条文になりますからあ、理論、計算ともにね、ここは大事になる。まあ理論でしょうね。えー、で、大事なところになるのかなというふうに見ています。 で、その改正後の特例の適用については、これ、事業年度終了の日までに申請書の提出、もちろんこれ必要ありますよと。今までもそうですからね。あの、勝手にご都合主義で一つ検証できるならそうしちゃおうとかね、いうことではなくて、もちろん届け出をして、申請書の提出をしてということになっていると。で、今回のこのね、改正の延長の特例ですけれども、3月決算ね、法人であれば、30年3月期以降ね、以後ですね、 30年さんが月以後の申告書から適用可能ということですので、まあ、今回の、ね、改正の内容に入ってくるというふうにお捉えいただければと思いますでは続きまして圧縮基調のところもここはあの本当に、えー、表現が変変わったりととかっていうことの変更ですでまず1つですね1号開会これはあの1号開会って過去問でもね出題があった内容で譲渡さ産の内容ってね 簡単にここ書かせていただいてますが、そんなに大きな変更があったわけではなくて、今までって事務所等の建物で、その上、あの、その、えー、建物を建っているその土地ですよね、えー。という内容だったんですが、それが事業所で使用されている建物土地というふうにですね、内容が変わったと、えー。それまでのことですので、ここはね、テキストで確認。から、レれクの方では9号開会も、まあ、1号開会とお似てるということでですね、学習していますけれども、これが、 あの、いわゆる号数が変わったというだけ。7号開会に変わりました。内容はそのままということで、えー、以上ね、えー、となります。 から、6番目ですね、繰越欠損金、こちらがね、あの17本試験では中小で出ました。まあ、あの段階的な引き下げ中で、今回は、今までですね、えー、欠損金控除前の所とこの金額の60%相当から55%相当にね、引き下げ、引き下げ中の引き下げということで見ておいていただければと思います。 では続きまして、過去の7番、えー、役員給与を見ていきましょう。もうここはもう本当に大幅な変更ということでお捉えいただければと思います。法人税法の内容もあれば、あーセコレの、ね、内容も入っていまして、まあ,あ、34条関係ですよね。役員給与ですので、34条関係。んこれはあ少し条文と付き合わせてですね、えー 対策を踏んでいかないといけないところかなというふうに見ています。 で、えー、こちらですね。あの、資格の中見ながら内容、資格の中見ながら内容ということで行きましょう。で、大きく柱としては、役員給与、退職給与、それから、あ新株予約権ですね。え上、ー、等制限付き株式、まあ,あ、ストックオプション、それから、あリストリクテッドと、ね、いう内容ですよね。による給与ということで、柱は大きく3つに、ね、分けさせていただきました。で、そのうちではまず一つ目、役員給与で、役員給与ね、ね、えー、3つです。 定期同額事前確定とねここまではいいでしょう今まで利益連動給与と言ってたものがこうなります業績連動給与という表現にここ変わりまして業績に連動という意味でその業績指標にですね入ってくるものがいくらかですね追加がありますよというふうに見ていただければと思います。 では定期同額に関してなんですけれども、あの源泉徴収と５のですね金額つまり手取り額が同額であるね定期給与の追加ということになりました。ね、簡単に申し上げればね、えー、すぐ下の解説のところの上から一二 まあ、矢印を入れれば、一二三四行目ですかね。手取り額が同額っていうところだけ、ラインを聞かせていただければと思います。手取り額同額ですよ。あ、同額というものも追加になりましたということです。 ま、ここはよろしいでしょう。から、事前確定ですね。続けていきましょう。こちらは、つまりは範囲の変更。まあ、ここ上で見た方がね、えー、見やすいですかね、えー。所定の時期に確定した数の、その株とか、あと株式ね、から新株予約金を交付する給与の追加。ね、こちらも、つまりは範囲のね、変更ということで、えー、これが追加になりましたと。ちょっとでは下のね、ところ行きますけれども、 で今までね、何月何日にいくら払うとかね、決めてたけれども、その確定した数ね、えー、の株や新株予約権もね、追加していいですよ、とね、いうことになったと。で、一応ですね、下にこの事前確定届出給与の、まあ、意義ですよね、を入れておきました。 でえー、今まで通りのがこの所定の時期に確定した額の金銭の、ねえー、支給とこれも今まで通りでは違うのはということで「えー、ろ」のところと「ハのところがですね今までと違いますよとでろのと。ころを確定 指定した数の、こはよろしいでしょう。株と、ね、新株予約権ってさっき見たんだけれども、ここの定義のところでは、異議のところね、異のところでは、適格株式と、もうより正確な言葉を入れさせていただきました。で、つまり、適格株式、適格新株予約権適格株式は、あの、時価のある株式っていう意味ね。時価のある株式。ですので、新株予約権については、その講師によって、 時間のある株式が交付されるストックオプションっていう意味。そのように衰えた。 いただければと思いますから派のところは今度は頭にこの特定っていう言葉がね譲渡制限付き株式もそれからちょっと次の行きますね新株予約金も特定っていうね言葉が頭に付くんですけれどもつまりこれはその役務の提供の対価につまりだからお給料ってことですよね、えー、というふうにねあのお捉えいただければと思いますでちなみにですねちょっと引いていきますけれども今黄色で引かせていただきましたロト派について では、その支給ですねの給与について適用ということになりますのでここまで、ね、ラインを引いいいておきたいと思いますでもちろんねあの定期同額とそれからこの後見ていきます業績連動は除きますよと、まあ、これまでもう今まで通りとただその範囲が、ね、少し変更があったり拡充があったりということで見ておいていただければと思います。 では、三つ目ということで、役員給与のね、19ページ入っていきましょう。利益連動給与。これ表現が変わって、業績連動給与になります。業績だから、まず一つ目のとこですね。算定指標に株価とか売上高が追加ということ。から、複数年度の指標も追加されますと,、ね、ということになってきたと。 から株式新株予約の確定した数を、ね、限度とするものも追加されたし、から非同族会社の、ね、100%ー会社が支給するものを追加ということで、まず柱としてですね4つ入れさせていただきました。で、この4番目の、ね、内容なんかについてはこの業績連動給与のここも意義ですね、この内容の中に入れさせていただいていますので、復習の中で見ておいていただければと思います。 でえー、こちらですよね、えっと、ちょっと条文のナンバー書いておきたいと思いますが34条を、ごめんなさいね、これ5項ね、34条を5項、ね、業績連動給与。業績連動給与とはということで、これが、えっと、5項にありまして。 で、あの、要件がですね、ちょ、なんかちょっと色を単純に変えるだけ。えー、要件に関しては、えっと、三十四条の、あ、ごめんなさいね、三十四条の一項三号。三十四条の一項三号ですね。ここに、うん、業績連動給与に関するすね、まあ、要件。 ですので、要件満たないものは、損金不参入ですよ、と。で一項ってそうでしたよね。あの、役員給与の損金不参入の規定ですので、これ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 に当てはまらないものは、もう損金不参入ですよ、ね。えー、その各事業ネットの所得の金額の計算上、損金の額に参入しないってね、えー、いうのが一項ですよね。で、その中の三号に関して、ね、えー、ここにですね、あの、業績連動給与に関してね、えー、少し書かれているということで見ていただければと思います。 でまあ要件ということであのなんかこの言葉もあれなんですがあの当然という要件ねまあそれ一つ目でこの損金経理していること。 ね、えー、そうですよね。役員給与の中の、まあ、あ当然的な要件ですよね、えー。という内容等もですね、あの、入れさせていただいています。この下ね。で、以下、見ていきたいと思うんですけれども、今までね、あの、損金経理していることということがあ一つ対象だったんですけれども、この後ですね、この行の終わりのところをご覧ください。引き当て金勘定に繰り入れた金額を取り崩す方法、つまり引き当て金の取り崩しも含まれますよということになりましたので、 でここですね「引き当て金」というねこのキーワードつまりこの引き当て金の取り崩しと次の行行きましょうか。これも含まれますとねいうことが一つね改正の中に入ってきているということ。 から、対象範囲ね、よろしいでしょう。ね、業績連動級ですよ、と。私金銭以外のね、えー、資産が交付されるという場合には、的確株式、的確新株予約権つまり時間のあるものに限ります、とね、いうところで、こちらもね、10月1日以後というところですので、ここだけラインを引いておきたいと思います。から、予約3つ目ということで入れさせていただきましたが、算定の指標、まあ、これもよろしいでしょう。算定方法のところもね、こ婚もよろしいかと思います。4番目ですね。そして 5番目の手続き期限、ちょっと真ん中から会計期間開始の日から3月が経過する日までに、ね、えー、その適正な手続きを経て行っているということですね。そして6番目いきましょう、20ページのところ、要件の6のところですが、交付期限なんですけれども、その業績連動ですので、えっと、指標があって、その数値ですよね、確定した後1月以内に支払われると。 え、いうこと。ここだけね、あの、ラインを入れさせていただければというふうに思います。 あの、ちょっとここまでですね、あの、役員給与を走ってきて、ああ、走ってね、見てきたんですけれども、えっと、すみません、22ページ。こちらに、あの、役員給与のまとめを入れさせていただいていますので、あのー、どこに当てはまらないと、まあ、損金不算入になるのかな。ね、今までの、あの、相当に高額な部分、ね、それも損金不算入ですよって話も、もちろんありますからね。えー、この、表の中でですね、確認をして、えー、見るのも一つ方法かなと思って、22ページ入れさせていただいてますので、 え、なんか、付け合わせしながら、見て、見ていただければと思います。では、また、それいります。20ページ戻りまして、2つ目、えー、退職給与 こちらも括弧1括弧2の通りで、業績連動給与に該当するものに関してはその要件ですよね。満たす場合に限って損金参入ですし、これは対象給与のうちですね、新株予約権による給与。これに関しては新株予約権については、この後また見ていきますが、事前確定から業績連動ですね。この対象になりますから、各要件満たす場合に限ってですね、損金参入ということになりますよと。 そして、えー、先ほども少しですね言葉を出しましたけれども上から1、2、3、5行目ということで、えー、ご覧ください。から退職給与とはということでごめんなさい退職給与の意義をです、ね、入れさせていただいていますけれどもこの上から5行目のこの相当に高額な部分ね、えー、これももちろんあ,のありますのでねあのここの部分、ね、あの損金不参入になりますよと。 でまずは、ここまでは今まで通りでまたのあとです、ね29年10月1日以降ですね、支給にかかる、ねえー、内容に関しては、あその例えば、あの業績連動給与、おご,めんえっと、ごめんなさい。うんーとー 業績を示す指標でですよね大きい本として算定されるものについてはあもちろんこの業績連動給与の損金参入要件をね、えー、満たすものじゃなきゃダメですよですから満たさないものは損金不参入になりますよそれも全額ね ということをですね、入れさせていただいていますので、まあ、ちょっとメリハリをですね、こんな形で付、えー、けさせていただきます。そしてすみません、行ったり来たりで恐縮ですが、22ページの下の方をご覧ください。退職給与に関して、今見た、今、後半見たね、この10月1日以後っていう話は、ここの話、この22ページの図紙でいくと、29年10月1日以後ですね。 業績連動のその退職給与に関してこの損金参入要件に当てはまれば、まあ、実質基準ね計算に基づいて計算して相当に高額な部分があればそれは損金不参入ですよと。からそれ以外のものについてもですね損金不参入ですよと、ね、相当額だけがですよね、えー、ごめんなさい相当額だけがねつまりは損金参入なんだというふうに見ていただければと思います。 からね、要件満たないものは全額損金不算入と最後にねあのラインを引いたところですね要件満たないものは全額損金不算入と。から相当に高額な部分があればそれもね損金不算入と。で今まで通りって申し上げたのはこちらで。 レックではこれ非業績連動給与ということで、頭に火をですね。入れさせていただきました。ここ別にぶつ切りじゃないですね。失礼しました。で、火のね言葉を入れさせていただきました。こちらはあの今まで通りということで見ていただければと思います。 そして、ね、また恐れ入ります。戻ります。新株予約権から、上都制限付き株式による給与、つまりストックオプションとリストリクテッドストックに関してですけれども、こちらについてもですね、えっと、今までは税制否定規格に該当すれば、ね、あの、給与とお税自由が生じた日において、えー、ね、法人税法の規定を適用していくという内容でしたけれども、税制否定規格であって、 でも、要件を満たさなければ、損金不算入っていう計算が、ちょっと上から1、2、3、4、5、6行目、29年10月1日後、支給にかかるね、えー、内容については入ってくると、いうふうにお捉えいただければと思います。 それからあー、この下の2行なんですけれども、個人から駅見の提供を受ける法人、つまり、その、直接的にですね、その勤務している法人ということですね、以外の法人、まあ、なんか親会社とかですね、イメージしていただければいいのかなと思うんですが、あが発行した新株予約権が交付される場合も対象となりますというところを、ちょっとですね、ここ、あえて、あの、くるーっと丸をつけさせていただきまして、後でね、ちょっとつながるところがありますので、そこで見ていきたいと思います。 でここに関してなんですけれども、ちょっと先に見ちゃいます。上等制限付き株式による給与についても、ちょっと21ページ、皆さん見開きでね、えー、あるかと思うんですが、こちらの下産業に関しても、同じようにですね、ぐるっと丸をつけさせていただきたいと思います。個人から駅名提供を受ける法人以外の法人が発行したリストリクテッドストックですね、これが交付される場合にということで。 ではですね、リストリクテッドストックの方の、ね、内容についての改正ということで見ていきたいと思うんですけれども、あのー、損金遺産入の時期ってね、あの、旧と課税自由が生じた日の属する事業年度ということでしたけれども、まあ、こちらもですね、29年10月1日以降、ではちょっと21ページの方続けて入らさせていただきたいと思います。 こちらなんですが、あの、上都制限付き株式ですから、上渡制限が解除された時だった。これが生じることが確定した日って。そうですよね。上渡制限付き株式ですから、ね、旧とかで自由,自由が生ずることが確定した日って、解除された時だった。けれども、これです。 譲渡制限が解除されてなくてもその法人側からの表現ですけれどもその無償で、ね、取得される可能性がなくなったとつまりもう解除されることが確定したという時にその時点においてねもう権利確定してるので損金の額に参入することになりますよと。 あの譲渡制限の、ねえー、解除をつまり待たずしてですねもう、あのー、解除されることが確定ということであればもうその時にですね損金の額に参入することになりましたという改正が一つ入ったというふうにお捉えいただければと思います。 以上ですね、役員給与に関して、あの、今回はですね、まあ、改正論点の解説の講座ということで、さっとね、えー、見るという形になりって、えー、恐縮ですけれども、まあ、34条ですよね。ええー、まあ、講義の中でも、それから、当連の中でもですね、少し。 大であの分からなくなりそうでしたらね、このまとめの、ねえー、図紙を入れさせていただいてい,るいますので、こちらを、ねえー、ご覧になりながらあの、少しずつ少しずつですね、お捉えーえー、していっていただければと思います。では、続きまして、えー、括弧の8番ということで入れているのが、組織再編の、ね、内容と。 ということで見ていくことにいたしましょう。で、組織再編に関しては、この中でですね、まあ、さらに番号を振りました。で、ただそのうちの3つ目、ね、あの、の能の連、負能の連はもうね、見ましたので、それ以外を見ていくということで、ご了承いただければと思います。で、そして見ていきますと、なんか、言葉が、カタカナの言葉がですね、2つ出てくるんですね。スピンオフとスクイーズアウト。 という言葉それからですねもう1つ、現物分配についてこういう場合には株式分配と言いますという内容であの現物分配のうち、つまりはですね完全個法人株式の発行済み株式との全部が移転するものこれをですね株式分配というふうに定義しますというふうにここも改正が入った内容ということで見ていただければと思います。 まあ、こちらもつまりはですね、スピンオフの内容なんですが、この株式分配もね。じゃあ、スピンオフって何かね、ちょっとね、このスピンオフとはというところをご覧ください。会社の一部分、また完全子会社をね、分離独立させて新会社として事業を行うと。で、こちらについて23ページ、このページの一番下の図紙をご覧ください。例えばね、左側、分割前、B 社が A 事業っていうのを持ってて、で、この一事業だけを切り取って、A 社を作りましたと。という場合、で、ただ株主に関しては、 その完全支配関係とあればね、もちろん今まで通り的確でした。そうではなくて、ちょっとここのイメージとして、まあ、個人株主がたくさんいるというような形にしましょう。つまりは支配関係がないというようなことでですね、見ていただきたいんです。ここを考えるときにね。 で、これで見ていきますと、その一事業だけは切り取って、まあ、新会社作る、なんてことって当然考えられますよね。だけれども、今までは、この分割をやると、否定規格だったと。否定規格になっちゃうと、この人たちに、つまり株主さんたちにですよね、そのみなし配当あの、配当課税が生じてしまって、なんか、 この会社の,その、まあ、将来性なり、をまくって株主になっていたのに、この会社のご都合でその分割されて、で、私たちなんかね、課税されることになってしまいましたという批判があったと。いうこともあって、で今までだったら、このね、その完全支配の、ごめんなさい、完全支配、 関係のですね、場合。支配関係がある場合。から、共同事業要件ってね、いうものもありました。これに当てはまる場合しか、的確にはならなかったんだけれども、このスピンオフの場合も、これは的確にしてあげましょうよ、と。ね、いう改正が入ったと。まあ、組織再編の活性化のためっていうことですよね。まあ、一つ、これがね、変わることで、組織再編が、まあ、企業の側としてはしやすくなる。 えー、ということ、ね、そんな風に見ていただければと思います。そうで、タイトルのところ、最後、ライン引きましょう、ね。分割型分割でスピンオフが、これが適格分割に該当することになりました。ということで、こういったね、えー、税制改正が入りましたということです。ですので、ということでですね、24ページご覧ください。一応、こちらにですね、あの、フローを入れさせていただきました。 で、えー、このちょうど2番目のところなんですけど、分割直前にその分割法人と他の社、ね、ね、えー、ここの他の社ね、あの、前のページでこう、株主さん私が、あの、絵心なくて恐縮ですが、人のね、えー、形で書いた、こうね、えー こちらですねイメージしていただければと思いますが他の者との間に支配関係がなくてでかつ分割後においてもですね、えー、その他の者との間に、ね、支配関係になることが見込まれていないという場合にあってもね、まあ、つまりスピンオフの内容に当てはまるということであればこれはね的確でという内容が一つ入ってきましたというふうに見ていただければと思います。 では続けましてこちらもスピンオフグループなんです株式分配で、えー、もうこちらも図からいきましょう今まではこの内容も現物分配と呼んでましたですのでここ現物分配の言葉をね残してますで株式分配前ですねでここが100%ね A 社と B 社の間ここがその完全支配関係にあった で、その箱積み株式の全部ですよね、これが、あこれをですね、箱積、えー、み株式の全部を、まあ、移転していくと。これもですねこれをですね株式分配と、ね、いうふうに言うんだと。で、まあ、これで、えーまあ、今までは現物分配とね、言ってましたけれども、B 株をですね、このお A 株 E 社の株主さんですよね。えー、にまあ分配していくということになれば、結果としてですね、えー、分配後、まあ、あの、兄弟会社みたいな形になるというようなイメージをね、えー、持ってみていただければと思います。まあ、この恋のうちですね、まあ、今まではこれも現物分配と言ってたんですが、こういうね、現物分配のうちですね、これに当てはまるものは株式分配というふうに言いますよ。ここが100%ね。 で一方ということでじゃあ今までの的確現物分配との違いはということで入れさせていただきましたこちらはちょっともうわーっとねダイレクトに書かせていただきますがつまりはここが100%だったんですよね。なんかちっちゃな絵でね申し訳ないんですけれども。 企画現物分配で500%だったんですね。現物分配によって完全、えー、個法人の箱詰株式のね、移転を受ける者が、移転を受ける者が、移転を受ける者が、その現物分配直前において、え、現物分配法人との間に完全支配関係がある者のみである場合のその現物分配。で、これはあの、本試験でもね、17本試験の出題がありました。 ですので、えー、その場合だけが的確、その場合ね、ええー、と、まあ他もですよね。あの要件当てはまれば、まあ適格と。ただまあ適格現物分配の場合はそうですよね。ここですよね。ここが、その完全支配関係にある社のみだったということで、この株式分配の形、これですね。この形ですと、今までであれば、非的確になってしまったと。 そうすると、やっぱり同じね。この株主の方々に、まあ、この会社のご都合で行った、行われたことなのに、その配当課税が生じてしまうと。ね、いうことで、まあそんな批判もあったりして、こういうね、組織再編がしづらい状況にあったと。まあそれをね、え組織再編をしやすくということでですね。 このよううな内容が入ってきたたとといいういうにお捉えいただければと思いますで、次のページから21ページの方がですね、非適格の株式分配ね、非適格の株式分配ということで入れさせていただきましたが、あのこの株主さんね、こちらについては非適格であればこれですよね、みなし配当課税が生じると。まあ今まで通りということですよね。一方、まあ適格に当てはまるのであれば、的確についてですね、すみません、28ページに入れさせていただいてます。で的確に当てはまるのであれ こちらちらょっっとすみませんうーっと一番していていいください株主さんですね、えー、配当課税の対象外と、ねえー、なりますよと的確に当てはまればね。とすると、ねえー、組織再編をする側からすればこれしやすくなりますよね株主さんからの批判もなく、まあ、的確に当てはまるように、ね、していけばということで、えー、見ていただければと思います。 で、これもですね、あの、株式分配っていう言葉を、あの、今日ですね、持ってお話をさせていただきましたが、こちらも、あの、スピンオフの一種ということで、あの、的確株式分配の意義のところにですね、入れさせていただいています。で、間、あの、飛ばしてしまっ た、ページなんですけれども、26ページ、えーね、ちょっと戻りましょうか。こちらに関しては、その、非適格株,株式分配の場合ということでですね、あのー、例を簡単な数字で入れさせていただいています。まあ、このような現物分配、まあ、今までの言葉で言えばですね、現物分配、いいねえー、株式分配ですので、この、 先ほどの24ページの一番下の図紙でね、見たところの B 社、ね、完全個法人に関しては別にね、何ら、何ら変更ありませんからこう、株式分配前後対策対象表ということで入れてあります。ちょっと図に戻りましょうか。24ページの一番下。そうですよね。だってこの A 社がね、えー、その現物分配を行うという まででここに関しては何も変更はないですよねなので株式分配前後ということでこれは同じなんだよねという表現で入れさせていただいていますあのこちらは復習の中でですね見ておいていただければと思いますそして29ページの的確株式分配の方もね 完全庫法人の内容に関してはね貸借対象表株式分配前後つになら変わりはないですよねということで見ていただければと思いますではもう一つですねえー のれのところはみません先ほど見ましたのでスクイーズアウトとでこちらのスクイーズアウトに関しては29年10月1日以降ですから,以降です、ね、ですから皆さんの、ね、試験でいくとその木の途中でこの内容が入ってくると。 じゃあ、どういうことなのか。ちょっとスクイーズアウトですね。えー、意義を、まあ、2行ほどで確認していく、えー、ことにしましょう。ごめんなさい。こうしましょうね。スクイーズアウトとは、というところをご覧ください。まあ、あのー、会計をですね、学習されている皆さんにおいては、あの、そんな、すっごい難しいという内容ではね、きっとないと思いますのでね。えー、ちょっと見ていきましょう。まあ、例えば TOB ですね、株式公開貸付 A によって、 で、対象会社株式の、まず3分の2以上を取得した後で、まずこれが条件ですよね。3分の2以上をですね、取得した後で、いわゆるこの少数株主から、その強制的に株式取得して、最終的にその会社100%子会社にする行為、これをスクイーズアウトというふうに言うと。で、そうすると、あの、今まで で、えー、これ、えー、実行する中で、あのー、金銭等の交付なんかも生じてしまうということでですね改正前は、ちょっと合併と株式交換の場合でちょっと先に見ていきたいと思うんですけども、非適格だったと。 けれどもその適格の要件を満たせばあそして発行済み株式の3分の2以上を有していればこれですよね少数株主への金銭等の交付があったとしてもこれ、適格で言っていいですよと、ね、原則は課税なんだけれども、ねえー、これ、適、え、格、ー、で言っていいですよと、ね、いうことになったというふうにお捉えいただければと思います。 つまりはということでちょっと30ページ戻らさせていただいて過去の2番「適格要件のうちのこの株式以外の資産の交付がされないものの例外になります」と、ね、えいうことで、えー、お捉えいただければと思います。 でえー、的確の要件って株式以外の資産つまりここね株式以外の資産と言われたら金銭イメージしてくださいって申し上げたかと思うんですがそれが一番分かりやすいから、ね、金銭が交付されないものっていう要件ありましたよねそれの例外と、えー、いうことでこのスクイーズアウトの手法を取っていれば少数株主のね金銭等の交付が、ね、あったとしても的確ね要件満たしていれば的確で、えー、処理を進めていっていいですよという内容になりましたということです で、あの、合併と株式交換についてということで、先に今ね、移してきましたけれども、となると、この方法をね、取れる内容として、まあ、全部取得条項付きですね、種類株式だったり、株式並行だったり、株式売り渡し請求だったり、という手法を取っても、これできるんですよね。今までそのね、手法を取っても課税、えー、なかったんだけれども、ねえー、こちら、ちゃんと要件を満たせば、で、スクイーズアウトの手法を取っていれば、的確、ね、えー、的確で言っていいですよ、という形になると。 いうことになります以上がですね、えー、法人税法でしたでは所得税法入っていきましょうで所得税法あの主に見たいところはですねこう太文字で入れさせていただいたところとなると2点あごめんなさいえっとそうですね2点ですね あごめんなさい。ここは各種所得です。失礼しました。いや、2点じゃないと思ったんです失礼しました。えっと、各種所得の計算においては、えっと、まずね、この2点ということでピックアップをしてるんですけれども、じゃあその2点以外は何かと。今、法人税法で見ました、株式分配の関連の話。ですので、あの、株主側 っていうイメージで見ていただければと思います。株主さん個人ですから、ね、あの、個人株主ね、個人株主であれば、個人ですから、最終的に国税は、ね、所得税がかかってきますよね。とすると考えなきゃいけないのは、あ配当所得、上渡所得というところで、この株式分配の絡みが出てくると。で、ちょっと配当所得のところからね、見てしまいましょう。先にね、この株式分配関係ね、えー、さっとね、見てしまいたいと思うんですけれども、 あの配当所得についてですね、株式分配を配当所得の対象となる、ね、上益の配当等からです、ね、除外しますと。これは、適格分配に該当しない、つまり非適格のですね、株式分配ですね、えー、によってその金銭等ですね、交付を受けた場合についてはね、その配当とみなす金額の措置はありますよと。 まあ、ここもね、あの、今までの学習の流れでいけば、まあ、それはそうですよねって話ですよね。そしてちょっと飛びます。上渡所得入らさせてください。上渡に関して、えー、こちらも株式分配のね、内容についてがですね、上、えー、渡所得の内容でも入ってきますね、ということで見ていただければと思います。 そしてもう一つだけ給与所得続けていきましょう。株式分配以外のお話になります。あの先ほどですね、えー、っとここですね。うんといいですね、これくるっと丸付けたあのリストリクテッドストックのところですよね。つまりこの後半のところ。 ラインを引いていいいてきたいと思いますが、役務提供を受けた法人以外の法人が交付した、ね、株これも追加になりますとあのぐるっと丸をつけたところですよねここがまあここにね、えー、もう関係してくるということで見ておいていただければと思います。 までよろしいですかね。ではですね、各種所得の計算の内容で見たいところ2点、旧所得とから配当所得という内容で、まあ、こちらはそんな重要性高くないです。つまりあのちょっとニーサっていうね、えー、商品の。 この非課税口座の関連の話になりますので、まあ、下の方はね、そんなに重要性高くないということで、まず、給与所得のところをご覧ください。あの、給与所得の計算の中で、給与所得控除額、こちら計算していくときに、即算表をね、見ていたと思うんですけれども、この一番下のところ、今までって1200万円超えると、ね、いう場合があった、ねえー。ですが、今回ですね、税制改正が入りまして、1000万超える場合の給与所得、 額これが220万円に引き下げになりましたとまあお金をお持ちの方からはたくさん税金をいただきますというような改正になったということですよねまあそのあようなね形でここ見ていただければと思いますそして重要性高くないと申し上げましたあ33ページあのー、レクの方ではですねテキストの中にこの NISA という商品つまりですね あの、この、上のところでライン引きましょうか。非課税口座内の、その、奨学上場株式の配当等から、上渡所得ですよね。これに関しては、非課税口座とね、いう名称の通り、非課税にしますよ、ということで、やりました。で、まあ、あまり、その、国が思ったほど、この NISA の、なんて言うんでしょう、あの、流通性が、まあ、乏しかったということがあっ で、だそうです。えー、右側をご覧ください。表のね、右側の、この上のところだけ。えー、非課税、えー、累積投資契約による非課税措置というものと、いずれかを選択してくださいというね、えー、内容に変わりますということになりました。で、あのー、ここの、ま、名前ですよね、非課税、え、累積投資契約と言っていると、 通りこの投資対象商品も公募上場株投資信託ということで,で金額もそんなに大きくないんですよね40万円ね投資の上限が。なのでまあここはそんなに重要性は高くないということで見ていただければと思います。 では、所得税の計算って、次にね、所得の金額がね、確定しまして、そして損益通算ってね、なりますが、これも特段変更はありません。損益通算を行ったら、その次に所得控除って話がありました。こちら、医療費控除がですね、一つ改正が入ります。セルフメディケーション税制とねえいう内容です。 でじゃあ今までの計算は必要なくなるのかって言ったらそうではないので計算フォームを入れさせていただきました今まで結論申し上げますとこの特例のところがセルフメディケーション税制でこうしましょうかねでこのいずれか大きい金額を取っていいですよということになったということなんです。 なので、今までのところはね、もういいということですみません。こちらのセルフメディケーション税制だけ見ていきたいと思うんですけれども、えー、要件がありまして、適用要件から続けさせてください。ちゃんとですね、こういった一定の取り組みっていう言葉でですね、示させていただきましたが、あの、健康診断とかね、えー、そのお医者さんの関与があって行っているもので、で、まあ、その健康の関与、 管理ってことですよね。のために、この OTC 医薬品。ね、一定の設置 OTC 医薬品。OTC って言ったりしますけれども、イメージとして、あの、ドラッグストアのレジの、後ろのところに置いてあって、あの、店員さんしかなんか取れないようなね。えー、あとは、空き箱が置いてあるとか、っていうような薬イメージしていただければと思います。OTC の医薬品を、まあ、あの、そういった医師の関与があって、えー、検診を行って、 いる、ね、そういうの取り組みを行っているっていう方についてはその一般、ね、市販の医薬品の購入があった場合ですよね、えー、年間1万2,000円、ね、超える時には8万8,000円が限度になりますけれども、えー、医療費控除を受けることができますっていうね、えー、仕組みができたんだということです。でちょっとここののとこここああののの他ろがるで、えー、改めててつけておく ことにしますねその方がなんか上の原則とも合って見やすいですよね入れとけばよかったんですが失礼いたしました保険、まあ、金等の額はね当然あのあればさっぴいてでさらにですね12000円で最高は8万8 0 0円ということになりますよでまあ12000円 ま、これが足切りということ、ということは、つまりは、月額1000円以上なんか薬を買ってる方についてはね、えー、こちらの特例の計算方法もありまして、まあ、いずれか大きい金額を取って医療費控除の計算していいですよと、ね、と、えー、いう内容になったということです。で、あとすみません。こちら措置法の内容ですので、これはの計算だけということで見ていただければと思います。 から35ページですね、納付税額の計算は特段ね、何もね、ありません。そしてもう一つ、ということで、あの、非居住者及び法人の納税義務ということでですね、あの、非居住者に関する課税方法から、所得税額の計算から、外税控除ということでね、入れさせていただきました。 まあ、あの課税の方法はあの総合課税にかかる所得税からあ他の所得と分離して、えー、つまり分離課税ですよね、えー、それぞれですね計算して、えー、合わせてねということ、まあ、これも、まあ、いつも通りということですしから非居住者の総合課税にかかる計算内容ですね、えー、これも高級的施設を有するのか有しないのかということで変わってきますよということそれから、外税控除に関してもですね、えー、そのお国会所得に対応する金額 これ当然のことじゃないですかと言われてね、えー、しまえばあそうなのかもしれませんがあの非居住者のね、えー、内容に関して少しあのテキストの方も、あのー、しっかりとですねやっぱ今まであの当連でねあの聞,いて、あのー、聞かせていただいていたところだったんですけれども非居住者のその 所得税の計算ということでテキストの方ね入れさせていただきました。まあその関係もあってね、あのー、ここにもね、入れさせていただきました。まああの変更と、ね、言えば、あこの国際課税の原則が、まあ大きく前年ですよね、総合主義から貴族主義に、ね、変わったということに基づいての、ね、変更だというふうに見ていただければと思います。 で最後にですね、所得税のここに入れてないんですが、非永住者の所得の範囲ね、ねこちらに関してちゃんとテキストに入れています。国外源泉所得以外というような表現になったんですよね。でこちらはちゃんとねテキストの方に、ね、入れさせていただいてますので、また講義の方でお、ね、話しさせていただければと思います。では、最後に消費税見ていきましょう。まず一つ目、こちらも課税の対象のところだけということで、ここでご覧ください。 仮想通貨。最近私自身ね、これ CM もよく見ます。なんとかコインってありますよね。あのことね。仮想通貨。で、仮想通貨っていわゆるそれを使って、まあ、あの、身近なところで言えばお買い物できるじゃないですか。ですので、これ支払い手段ですよね。あのー、なんか、交通機関の,あのカードのチャージとね、似たところありますよね。 なので、あの、こちらに関しては、いわゆる支払い手段ということですから、これは非課税。ね、その、あ譲渡があればね、これは非課税取引になりますと。ただこれ、29年7月1日後なんです。その前までは課税取引です。 からもう一つ、事業者向けのね、えー、電気通信利用務の提供。リバースチャージもね、17本試験での出題がありました。で、えー、こちらの改正が、ちょっと下の方のですね、表をご覧ください。まあ、まず改正前があって、最初ですよね、リバースチャージ入ってきたのが27年10月1日以後ということで入ってきたと。で、その後の次のところをご覧ください。29年1月1日以後と。あえてですね、この改正の日も入れさせていただきました。 というのはここでの改正ってさっきも所得税の最後のところで申し上げましたけれども国際課税のの原則の変更ここです総合主義から貴族主義に変わったということによる変更でじゃあどうなったのと他のところはあのこれまでと同じねあの 改正後の内容ね何が違うってここですよねでここって2番なのでちょっとそこですね図の方上がっていきましょうこの取引国外の事業者からと、ねえー、その事業者向け電気通信利用益物の提供を受けたと言った時にこちらではちょっと下の表と合わせて。 これリバーースチャージにに該当しましままて課税取引になりますということでね見てきましたじゃあこれ本店とい、ね、う、えー、言葉も入れさせていただきましたがその下ですよね国外視点とあるとつまり国内事業者の国外視点こっち線この波線から右側が国外なのでこの国内事業者の国外視点ここで ちょっとここにですね、四角、ちっちゃな四角入れさせていただきたいと思いますが、国内事業者の国外視点。これ、これね。であれば、ここの、ここで、まあ、つまりその駅の提供をキャッチすると。でいうことであれば、これは、ね、えー、国外取引ですので、不課税取引に該当しますよ、と。ね、えー、いうことになったと。ですので、じゃあもう一つということで見ていきましょう。国外事業者が、 こういういキャッチもありますよね日本支店。国外事業者が、ちょっとこうしますね。日本支店でですね。その事業者向け電気通信営利用義務の提供を受けたと。この時には、これ、リバースチャージです。で、その内容が37ページに文書にしてあります。今、後で見たところ、リバースチャージの対象となります。 国内取引としてというのが、この、ロのところ、国外事業者の日本視点で受けたと。から、先にですね、国外視点を書かせていただいた内容が、イのところになりますので、これはあの文書でね、書いた、書いて表した内容ということになりますから、こちらですね。 と都合しながら見ていただければと思います国内事業者が国外事業者がというところですね注意して読んでいただければと思います では、最後にですね、3 0目、共通の内容として、納税地が移動したっていう場合に、改正前は移動前、移動後のですね、諸葛税務所に、その移動の旨のですね、届け出の提出をしなきゃいけなかったんですが、改正後は移動前のそのね、納税地の諸葛税務所長に、その届け出の提出をすればいいと。まあ、つまり、簡略化されたというね、内容の変更が一つ入っていますので、ここまでですね、カバーを させていいただければと思いますで、以上でですね、えー、改正論点の解説ということにさせていただきまして、この後のページには、今までの租税法のね、えー、本試験の出題傾向をまとめた表を入れさせていただいています。えー、2017年の内容も反映したものをね、入れさせていただいていますので、えー、学習の、 参考にしていただければと思います。で、消費税に関して、あの、ちょっとね、あの、今までよりも詳しくさせていただきました。まあ、ちょっとですけれどもで、消費税法のところですね、少しではありますが、あの、項目をですね、ちょっと増やして、論点のところですね、ここ増やしてですね、入れさせていただいてますので、あの、参考になれば参考にしていただければと思います。では、最後、カメラに切り替えさせていただきまして、以上をもちまして、えそ税法改正論点解説講座、あ終了とさ させていただきます皆さんお疲れ様でした